キチャンネル。よっ、こんにちは。今日はですね、はい、里崎と袴田さんとうちの口だけ番長の先生と、はい、スタッフのね、はいはい、3人で、うん、昨年ドラフトの時にこの新人はいいと、うん、この新人は開幕一軍入りするんじゃないのかっていう、はい、お互いの目がどこまで正しかったかの答え合わせでございます、はい、これだからあのオープン戦とかじゃないからね。去年ドラフト指名された時点で の、 そうだ、はい、あのだからもうドラフト振り返りの時の動画の時に、はい、あこの人は開幕一軍だねって予想したんですよね。そうそうそう、3人でね、はい、うん、だからかなりの難しい問題をやったの、うん、はい、そうですね。でそれの今日、うん、パリーグ編です。はい、はい、誰のアマチュアを見る目が正しかったからね。そうですね、ああ、うん、そう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 、ほぼ直感の部分ありましたけど、いやいやそんなことない、ちゃんと見てるからね。まあそうですよね、うん、そうそう、あと雰囲気とかね、そうそう、勉強それ大事だからね。顔つきとかもありますから、うん、大事大事大事、はい、あとあの、うん、こうね新聞とかで書いてるキャッチコピーみたいなとかね、はい、そういうの基礎だなって、ね、うん、あと大学とか、はい、高校とか、うん、背景とか、うん、そういうのも大事だね。そうですね、うん、その中で誰が一番目があるのかっていう、はい、今日パリーグ編ですけども、はい、パリーグはですね、はい、これあの最初からやってたらよかったんだけど、ね、あの残念ながら、うん、あの途中から多分楽しくなってきたんだよね。そうなんです、ただあのこれ、ね、あの行き当たりばったり企画だったからね、はい、その時はそう、なんか予想しようっていう動画じゃなくて、うん、ドラフトを振り返ろうっていう企画の中で、でなんか張り切ってさ、はい、あの北山いいとかって言ってて8位じゃんみたいな、はい、でも絶対いいですよっつって、え一軍入んの開幕とかっていう中から、はいはい、突発的にね、そうそう、じゃあ私はこの人が一軍だと思うとかそうってなったから、はい、申し訳ないんですけど、はい、やってない球団もあるんですよね。そうなんですよ、そうなんです。しかもパリーグから始めたんで、うん、パリーグ3球団予想してないんですよね。そう、まあ、そこはねちょっとご了承いただいて、はい、楽しんで見てもらいたいなっていうね、はい、そうですね、うん、でだからまあ昨年ね、うん、1位のオリックス、はい、やってなかったんですよね。予想してないんですよ、うん、でもやってたら、はい、俺はもう確実にムクノキ行ってた、おやってたらね、はい、でも、うん、ちょっと怪我したのかな、そうです、なんか調子悪いのか分かんないけど、そうそう、ちょっと途中から痛くなって、うん、でもよ、はい、野口がいいから、おお、はい、はい、本当野口くん、うん、いい感じで、はい、バッティングとかも良かったし、うん、で俺はキャンプの時に言ったけども平野、はい、よかった、早く育成見てみたいね、育成脱出して、はい、っていうのがあるけども、はい、やってないね。そう、予想してなかった、はい、ごめんなさいね、はい、オリックスさんの皆さん張り切ってね、どうやって見たけども、うん、これ半年前のことのことだったから、そうなんですよね、11月とかね、早く反省してね、はい、今年のドラフトからはちゃんとやろう、あ、やりましょう、全球団ね、ちゃんと予想しましょう、うん、本当、はい、それこだわりしようって言って、あ、じゃあちょっと資料見せてって言ったら、はい、言ってなかったんですよ、そうなのみたいなね、そうですね、うん、でオリックスの場合は野口くんを言ってたら正解だったってことですね。一応いんの、あれ野口くんでいませんでした、あ、野口くんいないのか、堀田投手と渡辺外野手、これだよね、この2人か、慶応の、あ、そうだよね、あ、野口くん違ったのか、でもまあ2人ね、うん、入って、まあでもこれはね、はい、本当の開幕一軍っていうのは1週間後なのよ。そうですね、そっか、そう、先発ローテーション入っていってどんどん入れ替えするから、うん、本当の先発開幕一軍は1週間後なんだけど、はい、まあ、これはね、そう、誰が入るかを目利きしていくっていう、ね、はい、だったけどね、はい、だまあ俺は外れてたね、俺はもう木の木で 100% って言ったからね、はいはい、まあまあ仕方ない、そうですね、続いて2位、はい、ロッテ、あ、やってないんだよね、ロッテも選んでないんですよね、うん、だからロッテは、はい、広畑、松川、だから俺は多分広畑はね、俺言ってたと思う、あ、そうですか、後輩だから、あ、うん、言ってたと思う、はい、で多分先生は張り切って池田ライトぐらい言ってたと思う、はい、張り切って、はい、違う、なんかこういいのを出したいからね、はい、で多分袴田さんは松川言ってたと思う、言ってたかもしれないですね、うん、俺は広畑言ってたら、はい、多分松川言ってたと思う、はい、だから俺と袴田さんは当たりだね、あ、そうですね、うん、先生は外れ絶対も池田ライトぐらい言ってたやろ、まあ、もちろんですよ、うん、絶対ね、池田選手もね、それでオープン戦はねすごい調子良くて、そう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 、ね、でもやっぱりね、うん、そう決まってるからね、出るのが、あ、そうです、どんなに頑張っても、うん、だ無理だよ、だセカンドでどんな頑張っても中村絶対出るからね、そうですね、サバイバルポジションでないから、うん、まあ、じゃあ私と佐藤さんもしかしたら合ってたと思う、まあ、多分合ってたと思う、合ってました、ね、うん、間違いなく、うん、で続いての3位が楽天、はい、あ、やってないんだよね、はい、やってないで、私多分絶対安田君は言ってたと思いますよ、そうなの、
はい、そう後付けじゃないの。でも私は安田君言ってましたよ。入寮とかドラフトの時のもうキャラで。でもその入寮の時はこれまだやってないよ。もう選ばれた時のあの表情とか。そうなん、はい、もうでも高卒多いしね。楽天は1位がね、楽天は西垣と安田が、はい、まあ西垣早稲田だもんね。はい、早稲田。でもやってないんですね。やってないんです、ね、ごめんなさい、ごめんなさいね、はい、こっから残り3球だ。こっからやって、はい、急にやりだしたんだよね、はい、こう失敗があるからね。そうなんです。今年からね、はい、ちゃんとやります、はい。で昨年の4位ソフトバンク、はい、ソフトバンクは俺は三浦瑞希選手っていう、はい、育成の投手じゃないでした。東北福祉かな。だから東北福祉大であのエースだったんですよ、うん、でもエースじゃない2番手というか怪我で1試合も投げてない、何君だったかな、ドラフト5位か6位のが支配下でドラフトされて、やっぱ反逆精神で反骨心で、東北福祉大で木の木との2枚看板を形成、4年春にはリーグの最優秀投手に輝くなどチームを牽引。でもう一人東北福祉大から同じそのソフトバンクでドラフトされてるんですよ、うん、こう反骨精神で行くってまだでもまだ育成だからね、はい、まあ試合が慣れなかったね、慣れなかった、はい、うん、でも引き続き頑張ってほしい、ね、頑張ってほしいよね。俺はもう応援してるから、はい、三浦、はい、応援してるよ、頑張って、ね、うん、頑張って。袴田さんが私まさきくんです、はい、いないね、いないかったですね、うん、で川村、はい、はい、育成中です、はい、育成選手、もう仙台大の子なんで、うん、あのバッティングパンチ力あるね、うん、あでもあのソフトバンク誰も一軍登録いなかったんです、結局信じなかった、信じなかった、誰も、はい、いいですよ、え野村くんおるんじゃないですか。あ、野村勇、いや野村勇くんさ、ああそう、これあれだよ、あこうだよ、こうだよ、あこうだこうだ、こうこう、あ野村勇選手、そうじゃん、はい、ドラフト4位、はい、はい、めちゃくちゃ足速いっていう、そうそうそう、うん、でも俺は外れちゃったね、外れましたね、ここだったか。で続いて、5位日本ハム、はい、俺はね川上畑、川上畑、うん、だったけど一軍いないんだよね、はい。で袴田さん、私確実に水野開幕スタメンもあるかもって言ってたらしい、言ってたらしいんですよ。おう、なんでそうやって言ってたの。え、あの時の私なんでこう言ったんだろうでも開幕スタメンだからね、開幕スタメンでしたね、おうおう、合ってるじゃん、はい。え、なんでこう言ったんだろうな、あの時、まあ、なんか感じたんでしょうね。そう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 、なんか持ってるなっていう、駅員さんみたいな話で、ん？JR 四国だから、そうそう、それを多分言ってたんですよ、佐藤さんが JR でこう駅員さんの話をしてて、あ、そうかそうか、まあ、そっからの気持ちでみたいな、気持ちでやっぱもうスタメン取ってくるだろうって、うん、当たりましたね、スタメンってとこまで当たりましたよ。おお、いいじゃんね、やった。俺がなんで水野言ってなかったんだろうね、逆にね。取られたの、先、あ、取られたの、あ、そうだっけ、ああ先水野を選んだ、ああ、それだったら俺言うやつないやん、あ、じゃあっていう形で、はい、負けちゃったパターンだよね、水野にね、はい、どっちかっていうとね、うんうん、スタイル的には。で長谷川一軍長、投げてましたよ、投げてました、もう分かってた、分かってた、期待も苦しい、それもこれずっと言ってます。で2試合目で飛ばしてましたね、うん、でもね、はい、あの時はちょっとまだ信用しきれなかったんで ね、 そうですね、いい言ってたけど、うん、え、ドラフトはだから上位でいなくなるって言ってた、1位もあるとか言ってたのに、はい、8位じゃんって言ってて、だから入れれなかったんだよね、そうです、信用できなくて、ね、先生も入れてなかったの。それはもうもちろん当たり前ということで、当たり前って名前も出して当たり前って何なの、当たり前だから入ってくるのがマストじゃないですか、だからマスト、だからマストのやつを選ぶんだから、だけど相手長谷川君も選んでるんですよ、はい、ここで見せるよっていうね、長谷川君ちゃんちゃんと。でもあの北山くん の、うん、あの京都産業大学出身なんですけど、うん、その YouTube 出してるんですよ、うん、でドラフト当日の様子とかも出してるんですけど、うん、北山くんあの高校の時も指名漏れをして、うん、それで大学ではやっぱ自分でも多分上位で呼ばれるって思ってたみたいで、うん、ドラフト1位終わった後にそういうやつがいるからねで、まあ、もうそろそろ呼ばれると思いますって言ってたら最後から2番目の指名で、まあ、ちょっとねこう涙しながら頑張ろうって言ってたんですけど、やっぱなんか多分上位で呼ばれるだろうっていうなんかこう評判だったみたいですね。でも、うん、まあ、呼ばれたからいいけど上位で呼ばれるって言って呼ばれなかったやついそうでいるからね。まあ、そうですね、歴史上でも8位で呼ばれて、うん、指名も俺も経験して8位で呼ばれて、でも先生から指名されてないなんで先生指名しなかったのこれ、うん、北山君絶対来るって言えばよかった、多分両方ね、来るって分かってたんで、分かってたら言ってよ、うん、言わなきゃね、はい、そう信用できないよね。そうですね、うん、後付けな感じしますね、うん、全然する、はい、開幕同士ですからね、多分長谷川君は当たりですね、うんうん、で西武、はい、これ川村、はい、俊介投手、うん、これ次投げるんじゃないですか。そうなん、
川村と川村で佐藤、あ、違う、間違えた、佐あ、佐藤、すいません、間違えた、間違えた、ちょっと自分が佐藤でさ、次も投げてくるからさって言ってさ、先走ってるよね、嬉しさが本当早く言ってほしいからね、もう順番があるからさ、え、アナウンサーさんですよね、フライングニュースやられるんですよね、MC で進行があるからね、ちょっと不安ですね、自分の MC はシャシャっとダメなのよ、もうシャシャるから本当もういいじゃないですか、シャシャるとこないからここではシャシャらせてくださいよだってあれ、大穴でって言ってんだもんね、だって俺育成選手だもんね、工学院大学から、そうなのか、育成外野手ね、はい、で外野手ワンチャンあるんちゃうかっていうところでね、うん、あの川村選手を言ったけども、はい、まあまあちょっと育成からね上がれてないん で、はい、で佐藤はね投げるからね、はい、そうなんです、はい、で中山先生まだ修行中かな、白鵬大、はい、本塁打王のタイトル内野手なの、はい、現代いるからね、うん、オープン戦とかではダイソーとかですか、あ、うん、中山聖吾選手、なんで隅田君入れてないんでしょうね、本当はね誰が住みだろう、ね、はい、かった、俺もう半年前のことだから覚えてないけども、はいはい、推測するとよ、はい、あの絶対選ばれるようなやつ言ってもつまんないじゃん、はい、だからさ、はい、全員で避けたんちゃうかっていう、ああ、まあもうここはもう当たるよねっていう感じで、ここはもうそれは絶対だって、うん、住みだって言ってもよ、はい、思んないじゃんね、まあそうですね、うん、はい、でも北山は面白いよね、8位だからね、はい、でも入れなかったから信用してなかったでしょ、してますよ、そうだ、もう黒が当たり前なんで、でもそう考えたらパ・リーグ俺一人も、でも俺だって河村と、そうっすよ、あの育成、あ、三浦育成2人言ってるからね、はい、ワンチャン頑張れっていうね、そうですね、うん、袴田さんは佐藤と水野、はい、2個、はい、で先生は長谷川だね、はい、1個、おパ・リーグ編、パ・リーグ編、2人が出た、でもはい、選んだ理由説明できてへんからもうね、でも半年前のことでちょっとあ、だからあれですよ、駅員も経験して練習じゃなくて仕事もしながら練習しててっていう、そういうところからこうね、羽川さん、はい、余計なこと言わないでくれよそれなんてなら、テレビは半年前のこと探しに行けないけど探しに行けるからね、そうなんですよね、そうだ、むしろなんかちゃんと こちらの動画です袴田さんが水野をなんで選んだかが出てるのはここの動画なんで、皆さんぜひチェックしてみてください、私も後で見ますねでちゃんと振り返ってから動画撮れたんですよね、でもやっぱり、はい、ワンチャン枠の頑張ってほしい選手もね、はい、期待してたっていうところでね、はい、まあこんな感じかな、ちょっとパ・リーグはやってなかったんでね、うん、あれですけどセ・リーグはね、はい、ぜひ期待してみてほしいです、明日セ・リーグ編です、はい、